はい、こんにちは、116ウィンズです。ついにサイヤング賞左腕の今季の所属先が決まりましたね。ジャイアンツは今日パドレスから FA となっていた先発左腕ブレイクスネルと2年総額6200万ドルの契約に合意したと複数の記者が一斉に報じましたね。契約には今季終了後に FA となれるオプトアウトが含まれていて、また契約ボーナスである1700万ドルは2026年に後払いされるとのことです。スネルはスコット・ボラスを代理人に持つ選手ですが、コーディ・ベリンジャーやマット・チャップマンと同じようにコンフのボラスクライアントの目玉選手らしく、契約にオプトアウトを含めて今年の冬に再度 FA 市場に挑戦できるような契約設計としてきました。スネルは昨年自身2度目となるサイ・ヤング賞を受賞し、 FA では当然ながらかなりの大型契約を希望しているなんて話も出ていましたが、しかしなかなか契約が決まらず、もう開幕のこの時期になってようやく決まったと。コールの離脱が決まったヤンキースやバーランダーら先発陣に故障者が出ているアストロズもスネルに興味があったようですが、 USA Today ボブ・ナイチンゲール記者によれば、両球団ともに年平均3000万ドルを超える契約の提示に二の足を踏んだようで、最終的にはジャイアンツがスネルを射止める格好となったようです。今回は現在報道されているジャイアンツとスネルの契約を中心にお話していきます。昨年2度目となるサイヤング賞を受賞し、 FA 市場の目玉選手の一人だったスネル、昨年はパドレスで32試合に先発し MLB トップとなる防御率 2.25、 ベースボールレフェレンス算数のウィンズオブリプレイスメントで 6.0 を叩き出し、2018年以来のサイヤング賞を受賞しました。特に5月25日以降は本当に全くと言っていいほど打たれず、この間23先発135回を投げて防御率は驚異の 1.20。 同じ期間の防御率で次に良かったのがオリオールズのブラディッシュで 2.40 ですので、それの半分と考えるとちょっとびっくりな記録ですよね。この期間中のスネルの非 OPS4 割8分9厘も先発投手としては異次元の水準で、いかに圧倒的なピッチングをしていたかがよくわかるかと思います。平均90マイル中盤のフォーシームにカーブ、チェンジアップ、スライダーとどの変化球も一級品のボールで、支配力が売りな選手ですが、一方で制球面はやや荒れがちなところもある選手。昨年も MLB ワーストとなる99個のフォアボールを与えていますが、ただパドレスのニエブラ投手コーチにいくらフォアボールを与えてもその支配力で後続を抑えればいいと助言をもらいまして、見事にエースとしての姿を取り戻したシーズンとなりました。スネルに関してはやはりその支配力が一番の魅力でしょう。2018年以降毎年 K パーセントが 30% 以上と高水準ですし、昨年の空振り率 37.3% は MLB 上位 2% の水準。打者にコンタクトされない、コンタクトさせない力は特に短期決戦などここぞの場面で運に結果を左右されにくい大きな力となるでしょう。非ハードヒット率に関しても昨年は 33.8% と平均以上、あれだけフォアボールを出しても昨年はランナーを抱えた状況で非 OPS5 割2分8厘としっかり抑えるべき場面を占めていたのも、あのような防御率にもつながったんでしょう。ボールのクオリティに関しても本当に申し分なく、特にカーブとチェンジアップが昨年良かったですよね。ベースボールサバントによればカーブのランバリューはプラス22、これは MLB 全カーブの中で2位ですし、チェンジアップに関してもランバリュープラス13、こちら全チェンジアップの中で4位と MLB の中でもトップクラスの変化球を複数持っているという点も、また彼の昨年の支配力を裏付けるものとなったかもしれません。という感じで昨年のスネルは本当に素晴らしい成績を残していましたので、それに見合ったさぞ素晴らしい契約ももらえるんだろうと思いそうなところでありますが、ただスネルのリスクというのもまあ気になるところでありますよね。スネルはこれまでのキャリアものすごく年によってムラがある選手で、サイヤング賞を受賞した昨年と2018年を除きますと平均防御率は 3.85、 まあ悪くはないけれどもエース格の選手と考えるとやや物足りなさもある数字、またちょこちょこ故障離脱も経験していて、この2年を除いてしまうとシーズンで130回以上すら投げた年もありません。うまくはまれば昨年みたいにサイヤング賞クラスの成績を残してくれますが、そうでないと平均程度の先発くらいの成績しか残さないこともあると。加えて昨年マインドを変えたとは言ってもシーズンで四死球99個はやっぱり獲得するチームからすれば怖い部分はあるよなと。昨年くらいの支配力があったからこそ好成績につながりましたが、それが少しでも失われた時一気に大崩れしそうな懸念があるのも、まあこれも当然でしょうか。クオリファイングオファーを受けていることから獲得にあたってはドラフト指名権も犠牲にする必要があり、またボラスクライアントであることから基本契約も安くは収まらない。それにしてはリスクは無視できないほどありますので、長期契約に多くのチームが二の足を踏んだのも分かりますし、この時期まで契約がずれ込んだことこそがスネルという選手に対する評価の難しさをよく表しているでしょう。そういうスネルをめぐる状況下で契約を比較的短く抑えられる、それでスネル側が妥協してくれる前提なのであれば、資金力には問題ないジャイアンツは比較的リスクテイクしやすいチームだったかもしれません。
先日同じくボラスクライアントであるマット・チャップマンと3年契約を結んでいましたが、彼もクオリファイングオファーを受けていますので、すでに2番目に高いドラフト指名権の喪失は確定している状況。同じく QO 物件のスネルを獲得しても失うのは3巡目指名ですので、まあ甲府まだ QO 物件の FA 選手と契約していないチームと比べたら今から失うものは少なかったと。それよりもジャイアンツからすれば短期契約でスネルクラスのピッチャーと契約できるチャンス、契約できるメリット、こちらの方をより大きなプラスと見ていそうですよね。4年契約、5年契約でスネルを獲得するのはこれまでの彼からして怖いけれども、オプトアウト込みで1、2年、年齢的にも全盛期のエース格を取れるのであれば、リスクの割に期待されるリターンの方が大きそうと考えることもできるでしょうか。特にジャイアンツはエースのローガン・ウェブに続く、あるいは並ぶ先発投手が欲しい状況でした。ジャイアンツのローテ候補を見ますと、オフに手術を受けたアレックス・カンプが開幕に間に合うか微妙な状況で、トレードでマリナーズから獲得した2021年のサイ・ヤング賞さんは、ロビー・レイは昨年5月にトミジョン手術を受けた関係で、おそらく復帰は早くても今年の夏場以降。となるとウェブ以降の先発陣は、スネル獲得前ですとカイル・ハリソン、今季から先発に転向するジョーダン・ヒックス、キートン・ウィンあたりが続くことになるわけですが、先発としての実績からして未知数な部分も多い選手たちですから、そこに昨年サイ・ヤング賞のスネルが入ってくる意味は大きいのかなと。スネルもこの時期まで契約が遅れてしまいましたんで、主に調整の関係から果たして開幕に間に合うのか、そこはわからない部分はありますけれども、4月中にウェブとスネルの2本柱が並べば大きな問題とはならないでしょう。カープ、レイも順調に復帰となれば、ジャイアンツのローテーションはなかなかの布陣にもなりそうですね。2021年に予想外に107勝を挙げ地区優勝して以降、必ずしもうまくいっていることばかりではないジャイアンツですが、コンフはかなり積極的にロースターの再構築に動きましたね。KBO のスーパースター、イ・ジョンフとの6年契約を筆頭に、今回のスネル、チャップマン、ヒックス、ソレア、トレードではレイと、結構な数の大物選手を連れてくることに成功。特に移籍市場の目玉と見られていたスネルとチャップマンの契約をかなり短めに抑えて、リスクをコントロールしながら獲得に成功できた点は評価できるのではないでしょうか。もちろんリスクは決して小さくはないですが、ペイロールに長期的に悪影響を与える契約ではないですし、チームが期待するような活躍を見せるのであれば1年でオプトアウトすることにもなりますので、今年プレーオフ進出する可能性を上げつつも、再び今年のオフに財政面の柔軟性を取り戻し、その時必要な新たな補強に動くことも可能でしょうか。印象としては中規模のリスクを取りつつ、より大きなリターンが期待できる補強となったと思っています。ジャイアンツはコンフの補強を進める中で、今のチームにフィットしていなかったハニガーやストリップリングラーの契約も手放し、同時にペイロールの最適化も進めていましたが、それでもかなり補強した関係で、現状の贅沢税計算上のペイロールはファングラスの推定によれば2億5600万ドル程度、贅沢税の敷地は今季は2億3700万ドルですから、このままいけばジャイアンツは今季贅沢税を支払うことになりそうです。ジャイアンツが最後に贅沢税の対象となったのが2017年ですから、そうなれば7年ぶり。同地区ではドジャースがやはり突き抜けた存在でありますが、ジャイアンツはジャイアンツで実績のある選手でチームを固め、まあ地区優勝はなかなか難しくとも地区内で上位進出、ワイルドカードでのプレーオフ進出が目標といったところでしょうか。果たしてその思惑通りとなるんでしょうかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。